1817年作、チットグロッケフランツニクラウス系ニヒは、スイスのベルン出身の肖像画、風俗画家。ティベリウス・ボヒャー、マルコールト・ボヒャー、ジーク・ムント・フロイデン・ベルガー、バルタザール・アントン・デュン・カーラに学んで、伝統衣装や田舎の風俗、風景を描いて、名を上げていった。スカシエを得意としており、スイス国内やドイツ、フランスで展示し、 ヨーハン・ハイン・リッヒ・マイヤーやゲーテの前でも披露した。1797年に家族と共にベルナーをオーバーラントに移住し、1798年には砲兵隊長としてナポレオン・ボナパルトのフランス軍との戦いに参加した。1805年と1808年のウンスプネン、祭りでは祭典の開催に向けて積極的に活動した。クンスト・ウンとアルタム、 1820年間、ありがとうございます。